さんでしまいました。これは、はい、ひまわり娘、はい、伊藤咲子さんが歌ってますが、はい、ねえ、ヒットしましたよね、はい、この曲もね、うん、そしてなぜこの曲が流れたかと言いますと、三重のパッドバケンシさんからもいただいておりますが、昨日14時16分気象衛星ひまわり8号が種子島宇宙船センターから打ち上げられました。28分後には高度約260キロでロケットから正常に分離されたことが確認されました。その後は高度約5800キロの静止軌道に入り、地球の雲の動きなどを観察します。ひまわり8号は現在運用中のひまわり6号、予備、ひまわり7号の後継機として来年打ち上げ予定のひまわり9号とともに開発されました。世界最先端の観測能力を持つ可視赤外放射系というんですか、うん、AHI 可視赤外、放射系を ABI かな、あ、 AHI と ABI、AHI、両方あります、はいはいはい、を搭載しております。従来機に比べて観測効率や画像度、解像度などが大幅に向上しています。観測波長が増えたことでカラー画像の作成も可能になり、黄砂や噴煙などの監視でも活用されることが期待されております。私の言いたいこと全部この方に書いていただきました、うん、一番の私の個人から見てすごかったなと思うところは、はい、カラー画像。今までみんな白黒画像です。はい、それを、こっちの方で一遍解析して、はい、これはこういう色つけた方が一般の人がテレビで見やすいでしょうということで、うん、人工的に、いわゆる画像処理したのが今見ているやつです。はい、カラー画像ですから、黄砂はこういう色で、雲はこういう色で、海はこんな色でというのは、うん、もう自然に色をつけなくても分かるので、はい、パッと見て、あ、こういう風だ、ああいう風だということが分かりやすい、うん、カラー化というのが僕の中では一番大きな特徴だなと思っております、はいはい、であとはいろんな方のコメントを聞きますと、世界最小、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、そして世界最高の水準と、これが大事、ちっちゃいけどすごいよ、はい、という、これはね、何が大事かと言いますと、日本というのもなかなかこういうところでね、資源もなく、この頭脳だけで頑張ってる国ですから、はい、お金とかなんかとかいろんなことも、まあ予算のこともあるでしょう。ね。そんな時に、大きな機材は、ロケットなんかが、大きいロケット作んなきゃいけないし、うん、推進力なんかもすごいいったりするわけですから、これは大きいものを上げれば上げるほど、また費用もうんとかかってくるし、それが小さかったら、小さいロケットでピャーとは上げることができると、ね。で、しかも小さいことが大事だけども、性能が悪かったら何にもなりません、はい。小さくて世界最高の水準であるというところが、日本が今目指しているところなんですね、うん。はい。はい。これがひまわり8号ということでありました。あだちゃんからもいただいております。伊藤咲子でひまわり娘をお願いしますと。ちゃんと書いてありました。とんかつラーメンさんからもいただきました。一時の恥、エルトン・ジョン・ロケットマンさん。あ、なるほどね。この方からもいただいておりましてね。リアルタイムに近い情報を届けられることを期待しておりますよ。昨今いろんなことが起こりますもんね。はい。はい、慶派の物資委員会さんからも、運用開始は来年夏からとのことですが、これまでの常識では測れない気象現象の立て続くご時世だけに、ああ確かにそういうことですよね。余計にこの頃重要となってきますね、はい、この間の御嶽山の噴火に関しても、あれがどのくらいのところで灰が降っていったかというところまでも観測できたりという、はい、空のことだけではなく地上で起こっていること、いろんなこともこれでわかるということです。